衝撃、池の水全部抜く、すごすぎると評判。テレ東11月26日、来年正月にスペシャル番組も決定。テレビ東京の人気シリーズ、池の水全部抜くの第5弾が平均 12.8% と高視聴率を記録した。第4弾の 11.8% を上回り、またも自己最高をマークした。この日は日本テレビ、誰も知らない明石家さんま、13.9%、NHK 大河ドラマ、女城主、直虎、11.3%、フジテレビ、中居正広のプロ野球珍プレー好プレー大賞2017、11.0% などが居並ぶ激戦区、その中にあって、再び、直虎超え、と自己最高。今年1月にスタートしたばかりだが、第6弾は来年の正月特番に、テレ東の看板番組の一つに成長した。番組概要、危険生物に、勝れる近隣住民の SOS に出動、外来種が大量発生し困っている池の水を全部抜き、そこには何が潜んでいるのかを大調査、そこには予想だにしない生物の姿が、番組メインキャスター、田村敦史、田中直樹、2017年11月26日、日、夜7時54分の概要、緊急 SOS、史上最大の池に異常発生、怪物1万匹、池の水全部抜く大作戦後、神奈川県横須賀市、光の丘水辺公園の四季の池、出演、田中直樹、絶滅危惧種東京山椒葉を脅かす外来生物を一網打尽、絶滅危惧種の東京山椒葉を守るため、またホタルが再生できる環境にするためにも外来種を駆除してほしい、池の水を抜いて出てきたの？は、野生化した謎の珍獣、大阪府枚方市、山田池公園、出演、小泉孝太郎、東京ドーム2個分の超巨大地、恐怖の外来種が異常発生、俳優の小泉孝太郎が番組史上最大の池の水抜きに挑戦、カモのヒナなどを襲って食べるダイゴなど外来種を駆除するため、地引き網を使って生物を一網打尽にする作戦を決行、さらに捕獲したダイゴを解剖し、何を食べているのかを調査、一体胃袋から何が出てきたのか、大阪府寝屋川市、渦政2号公園、出演、的場浩司、あの超危険外来種が大繁殖、壮絶、3日間の死闘、今年7月、この池で北米原産巨大肉食魚、アリゲーターガラが撮影された、9月に地元のボランティア、学生、市の職員など、が、地引き網を使って捕獲を試みたが、失敗、今回番組に依頼があり、池の水を抜いて、的場浩司が捕獲に挑む、千葉県佐倉市、鹿島川排水機場、出演、暴れる君、対、カミツキガメ第2弾、印旛沼へと続く、鹿島川の排水機場、印旛沼周辺に生息するカミツキガメは、およそ1万6000匹、この排水機場周辺でも多くの目撃情報が、今回も、静岡大学の加藤秀明先生と共に、カミツキガメ撲滅に挑む、2018年正月、放送、緊急 SOS、池の水全部抜きましておめでとう2018、2018年正月の放送が決定。さらに今回は、番組初となる3時間スペシャル、日本全国の緊急 SOS、の池に急行します。中でも卑弥呼伝説の古墳、なら、前方後円墳のお堀は必見、歴史的大発見はあるのか。さらに、俳優の満島雅之会が参戦、神奈川県横浜市、特製公園、で、番組史上最多となる117匹の赤耳ガメを捕獲、出演者、田村敦史、田中直樹、満島雅之会ほか、ネットの声、11月16日のは、なんか消化不良だったな、全部は抜いてないよね、大規模にするのはいいけど、中途半端になった、透明度が戻った池を見るのが楽しみだったのに、池のサイズを大きくしても映像としての面白さは何も向上しないし、尻切れトンボになる、というのが分かってよかったな。手頃なサイズの池を徹底的に綺麗にしてビフォーアフターは、カワセミが来ました、的な話にした子。うがまとまる、池がでかすぎ、もっと小さいのやれよ、どうせなら透き通るくらいまでやればよいのにな、テレ東でこの数字はすごいね、だいたいシリーズ物にするとダメになりやすいのに大したもんだ。